市原市立中央図書館とは、千葉県市原市さらしなに建てられた図書館である。隣には、U ホールやさらしな公園や市原市急病センターがある。1991年11月27日に、開館し、開館当初の蔵書数は約12万冊で、オンラインで接続する市内の他の図書館の蔵書と合わせて約32万冊の利用が可能であった。また、 開館に際しては、蔵書や、施設面などで特色がないとの批判もあった。特記事項なき場合は、市原市立中央図書館2017によった。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、ある。ただし、祝日でない水曜日、金曜日は、一般書コーナーに限って7時まで利用できる。休館日は毎週月曜日、年末年始のほかに、月末図書整理日として、 月末にも休館する。祝日会館を実施しているが、祝日が月曜日と重なるときは休館する。貸し出しには、図書利用カードが必要となり、市原市在住者、在勤者、在学者がカードの発行を受けることができる。貸し出し点数は、図書、雑誌が10冊まで、視聴各資料は2点までとされている。カードは公民館図書室などでもそのまま使えるが、 貸し出し点数も合算される。返却は中央図書館だけでなく公民館図書室でも行える。34億5000万円が投じられた一部に鉄骨作りを採用した鉄筋コンクリート作りの3階建てである。利用者が利用可能なフロアは1階と2階の視聴角コーナーのみで2階の大部分、3階には閉鎖書家が置かれている。 55万冊の図書を収蔵できる設計が取られている。運行会社は小港鉄道園田営業所。五井駅東口4番のリバから保健センター U ホール前下車。ありがとうございます。